皆さんこんばんは、森有です。はい、明日のね動画を今撮影しているところだったんですけども、なんで玄関っていうのは明日聞いて、ファンレターの宛先を借りました。で、10月の31日、まあ今日なんですけれども、みんながハロウィンでわーってやってる間にもう発表しておこうかなと思って、9時ぐらいにはこの動画多分上がると思うので発表しておきたいと思います。前回の池尻の方の事務所の多分ね住所をメモってくれてた方はですね、その事務所はもう辞めたので、こっちのですねオフィスの方に送っていただきたいと思います。今から言うオフィス、大部で出てた今から言うオフィスの住所です。以前からすごくお世話になっているですね、もう何年もお世話になっている会社の住所をお借りすることになりました。いろんな YouTube の人だったりブロガーの人だったりとかが住所を借りているビットスターに今回はオフィスの住所を借りて、森崎有沙宛てのこのね支障箱的なやつを借りました。はい、ということで住所を下の概要欄にちゃんと書いておきますので、今も口頭で言うんですけど、ちょっとテロップでね本当はポンって出せたら私いいんだけど、そんなクオリティ高い動画私今出せないのであれなんですけれども、東京都渋谷区渋谷 1-7-5 と青山セブンハイツ705号室森崎有沙宛てですねに、送っていただければ何でも、今のところ生もの以外だったら全然 OK です。はい、で前の事務所の時にですね、生物とかが、実際事務所の、なんていうのかな、ドアノブにね、お弁当がかけてあったりとかして、ちょっとその怖い話とかもあるんですよ。っていうのは、そのお弁当の中身が、ちょっとね、なんていうの、いかがわしいところの毛がブワーンって入ってて、私を食べてみたいな書いてあったのすごく怖かったっていうのがあったり、それ以外だったら全然 OK です。毛以外だったら大丈夫です。はい、でですね、なんだろう、この間何を送ればいいですかっていう質問をいただいたんですけども、全然まずお手紙を送ってくれるだけでも本当に嬉しいので、はい、ありがたいので、もう全然何でも、もう何でも、むしろもう毛はいらないですけど、そうですね、ついちゃった分は仕方ないですね。ただですね、変なものになったら全然大丈夫です。なんだろうな、とりあえず NG なものは毛以外だったら全然大丈夫です。はいはい、手紙にしてもプレゼントにしてももらって嫌なものは特にないので、毛以外だったら何回も言うけど、毛いっぱいののり弁はねすげえマジで、ね、鳥肌立っちゃったんで、ちょっとねそれ以外だったら全然大丈夫です。なのではい、そのファンレターの宛先を借りたよっていう動画でした。もう一回言っときますね、東京都渋谷区渋谷 1-7-5 青山セブンハイツ705号室森崎有沙宛てです。はい、すごいね、毎回オフィスを利用してるとね住所勝手に覚えるので、ね、自分の住所より全然スラスラ言えるもんね。ツイッターにも今記載してまして、ツイッターのみかな、ずっと記載は、ここ5日間ぐらいしてたんですけど、 YouTube でもちゃんと発表をさせていただきたいなと思って、この時間になってしまったんですけれども発表をさせていただきました。ということで、明日、明後日、し明後日、ちゃんと毎日一応ね出していけるように頑張りますので、これからも森崎有沙よろしくお願いいたします。森有でした。バイバイ、よろしくお願いします。送ってください。 Twitter、Instagram、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。今日もご視聴ありがとうございました。下のコメント欄にコメントをよろしくお願いします。そしてサムズアップ登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。玄関から申し訳ございませんでした。森有でした。おやすみなさい。